白川中央スマートインターチェンジ料金所の入り口ゲート、白川中央スマートインターチェンジは、福島県白川市豊町の東北自動車道上にあるインターチェンジである。東北自動車道の白川インターチェンジと矢吹インターチェンジの間、白川市豊町にある白川中央バスストップ付近で2008年4月に着工し、2009年8月8日に供用を開始した。 既存の白川中央 BS の道路施設を改修し、東北自動車道本線と国道294号を増設されたランプウェイで結んでいる。当初は社会実験を経た上での本供養を予定していたが、同年春の制度改正によって当初から設置が高級化されることとなり、東 IC は常磐自動車道の三戸北スマートインターチェンジに次いで全国2カ所目。 福島県内では初の本線直結型スマート IC として開設された。また、両方向へ流入流出できる本線直結型スマート IC としては東 IC が全国初である。料金所はすべて ETC 専用であり、上り専用と下り専用の料金所が東北自動車道を挟んである。水戸北スマート IC は当初、東京方面のみ利用可能となっていたが、 2019年9月7日に古化された。ありがとうございます。